どうしたの？不思議そうな顔してるよ。何か言いたいのかな？うん、大丈夫。ゆっくりでもいいよ。ん？僕がニコニコしてる理由は一つだよ。君の声をやっと聞けたことが嬉しいんだ。そうだよ、とっても嬉しい。自分の意思を言葉にできるってことは、それだけで心が、魂が安定するからね。わからないよね。今はわからなくても大丈夫だよ。あれ？どうしたの？呼ばれた気がした？じゃあもう一度ちゃんと耳を澄ましてごらん。聞こえなくなっちゃった？そっか。じゃあ今度呼ばれたらちゃんと耳を傾けて聞いてごらん。その声はきっと大切な声だからね。